白柳純です。ご視聴ありがとうございます。今回は第7作目のクラシックギターの曲である、朝日のようにを解説して演奏したいと思います。この曲をまず作った、いきさつなんですけど、96年に作曲を完全にやめてしまったんですけど、その後99年の5月から長野県に移住してギターの制作家を やり始めたんですね。弟子入りして作ってたんですけど、その時に塗装の手伝いに来てくださってた王さんっていう方が、僕が空いた時間に自分の曲を含めていろんな曲を練習してた時に僕の曲をすごいいいって言ってくれて、ただ制覇という複数の弦を一本の指で押さえるこうなのがたくさん入っているので、そういうのがない優しい私でも弾けるような曲を作ってくれへんかみたいな話になって、96年に本当に自分の作品に自信なくなってたんですけど、認めてくれた上に新しい曲の依頼が来たというかきっかけをくれたので、もうものすごい張り切って作ったわけですね。で、兄弟子のアパートで、その王さんと僕と3人で話した時にそんな話になったんだったか忘れたんですけど、その瞬間にこんな感じでどうですかねみたいな感じ でパーッとこの最初のフレーズを弾いたんですよね。どんどん次々頭の中に浮かんで、頭の中でメロディーが流れんねんけどギターでどう弾くか分からへんから次々探しながらやって、4日間ぐらいで完成したんですけど、出来上がった時の達成感っていうのは本当にやっぱり今までになかったぐらいの衝撃というか、自分で作ったんじゃないような感じがするぐらいあっという間にできたし、もうちょっとこここうしたらいいのになんて一切思わなかったんですよね。で、メロディーが一つのメロディーが入った後にこういうのは弦楽四重奏とかオーケストラとかその他の楽器奏者との掛け合いの中で一つの音楽が出来上がっていくような、小さなオーケストラっていうクラシックギターは言われてるんですけど、小さなオーケストラとしての性能を最大限発揮できるような作曲をしたくて、うまいことできたと思っています。この曲を作った時にはもう一番初めに作ったギターがもう完成してて、僕は自分の作ったギターで作曲した最初の曲が、この朝日のようにだったりするし、初めて出した CD の1曲目にも使ったし、弦楽四重奏曲集というものを、作ろうと思った時もこの曲を最初に弦楽四重奏に編曲したし、何かと僕の人生を大きく助けてくれた曲です。タイトルは、王さんの名前に太陽の陽という字が入っているので、その一つを使って朝日のようにというタイトルにしました。それでは朝日のようにを演奏しますので聴いてください。